どうも、レコギのイルダです。はい、どうも、ダイナナイスです。ということでね、はい、FA 宣言ならぬ AF 宣言というのがですね、トレンドにものすごい入ったんですけれども、 AF 宣言見てないですか？あれですか？はい、アナルです。そうですね、もうめちゃくちゃ言ってるけど今アナル、それごめんなさい、極力言わないようにお願いします。はい、使えなくなっちゃうんでね、はいはい、AF 宣言というのがまあ入ってきて、はい、まあこれ巨人の坂本さんが ね、ちょっといろいろ報道が出たということで、はい、まあ、なんかちょっと何付き合ってというか遊んでた女性がね、はい、ごめん10分遅れちゃうみたいな、はい、ダメ、ケツ穴確定なみたいな、そしたらケツ穴確定もトレンド1に入っちゃうということで、ちょっと深夜につぶやきました。アナル入れるバカっていうね、ガダルカダルタカじゃなくてアナル入れるバカっていうのをちょっと、考えたりとか、あとね、お尻が痛いから嫌だみたいなのをお相手の方が LINE で送ってたんで、これもね、もう一個、まあちょっと持ちネタなんですけどね、先週はちょっと一人でお尻入れるエアーでやってもらって、アーナルチョバっていうので、これはちょっと推奨、アーナルチョバさんっていうね、なるほどね、まあ、これはちょっと推奨していきたいかなと、誕生日はイテタだったらいいんだけどな、どういうことですか？イテタである、どういうことですか？イテーってな、なるほどね、イテーで座るで、イテーで座るで、イテーで座るので、イテータと、イテータということでございます。まあなんかすごいみたいだね、すごい人とネットの都市伝説だけど、はい、付き合ってきた人みたいだね、有名人、その巨人の坂本さん、まあ、うん、巨人で、うん、でまあ中心選手であり、うん、でなんかイケメンと、イケメンであり、うん、言われているということで、結構週刊誌いろいろね、そうなんだ、俺全く今回初めて、女沙汰はちょこちょこ取り上げられてる方だ、うん、まあ、噂ですけどね、歴代彼女まとめというのがありまして、誰のがれ明美さんとか2013年あと体操の田中理恵さんとかね、ああ田中理恵さん、田中理恵さんすごい俺大好きですよ、大ね、すごい綺麗で、赤江珠緒さん似てますよね、田中理恵さん、似てるか、赤江珠緒さんラジオのね、よくパーソナリティやってる、あと大島優子さんとかね、元 AKB の、うん、フライデーにベッド流出写真を流出させたキャバ嬢とかねいやもうそれ名前じゃないじゃん、うん、暴言を吐かれたキャバ嬢、うん、本当か知らないですよ、橋本環奈さんとかね、で本田翼さん、うん、白シャツ美女ということで、白シャツ美女のが気になるいやそこに名を連ねるんでしょ、うんうん、橋本環奈とか名前並べて美女と言われるだろう、うん、いやいやいや、まあでも綺麗なんだと思うよ、うん、ねえ巨人というね感じでございますけれども、うん、なんかその報道が出た次の日、はい、なんかベンチの写真もこれツイッターに上げられていて、はい、坂本さんが前に座っていて、うん、後ろでなんかコーチ陣がニヤニヤしながら坂本さんを斜めで見てるっていうね、撮られてる撮られてる、みんないじりたくてしょうがねえんだろうなっていう、すごいでも紳士でなきゃダメだから、ね、うん、巨人軍たるこの紳士たれっていうね、ことでございます。なんかでもすごいね流出、うん、野球選手の流出すごい多いよな。あ、そうなんだ。なんいや多分スポーツ選手の中でも俺、うん、野球選手多いなってイメージになっちゃった。確かにね、だからその前も言ったけど、僕野球見に行った時に、あ、これモテるわって、まあ、一瞬で分かりましたね。あんなでかくて走れたら。あー、で、坂本もだってボブサップだってね、なんか2人の女性におしっこかけられてたって自伝で書いてましたから、日本で一番良かった思い出はそれだっていう、ね、それお金払う場所だよ。いや、それで2人が仲悪くなっちゃったって、で、会ってくんなくなっちゃったってだからマジでモテたんだと思うよ。それ野獣の怒りっていう本で書いてたけど、いや、まあ、そっちの方が怒ってるよ相手の方が怒ってるよ、おしっこで鎮火してもらうよそうだね、まあ確かにね、ボブサップなんかこう美女をすごいはべらせてるイメージありますよ、毛皮のガウンでね、あってほしいよまあでかくて動けるはモテんだろうな、でかくて動ける、まあちょっと、うん、あとまあ、まあ、いるだろう、社会的なポジション高いしね、野球選手、ああまあそこもあるのかな、選手の中では高いでしょ、うん、年俸もあるし、まあモテやすいのかな、そっか、その社会的ポジション高いとモテるっていうのはあるのか、実際あるでしょ、うーん、あるでしょ、なるほどなるほどね、まあそういうことでございます、うん、そしてね、ユタボンさんがですね、クク、うん、できない問題っていうのが、これもちょっとだいぶ問題になっています、ユタボンさん、もう中学生と私は呼んでますけれど、天才少年革命家 YouTuber ですけど、レペゼンフォックスさんの YouTube チャンネルの企画で、うん、レペゼン×令和の虎という企画に志願者として生出演、はい、ハーバード大学に行くため、うん、1000万円の出資を希望した、うん、ククを覚えないといけない、9の段が一番難しくてと吐露した、はい、その場でククを披露し、36、45、96、と言いかけて、クク81です、6から8を飛ばしたため、うん、レペゼンからはつながったことに
したなと爆笑の渦に包まれていた、はあ、ということで、うん、結局ユタボンさんはハーバード大学に行くのをやめて、うん、九九を覚えるためのドリルが欲しいと希望額を1000万円から600円に変更しマネー成立した。これはちゃんとオチもつけてますね、綺麗に。ただこれが大炎上してしまって、なんだよ、学校に行かせないから九九もできないんだということで、本気にすんだよ、みんなが怒っているということで、ユタボンさんは後日ツイッターで、クックができひんとか本気にしてるやつマジで笑えられないけど。あ、なるほどなるほどね。エンタメもわからんとか終わってるやんと投稿したものの、炎上は収まる様子はなかった。お父さんの中村さんに話を聞いたところ、ユタボンは普通にクックはできますよ。いやもうさ、バラすのも早いな。バラすのもちょっと早いな。レペゼンの番組はガチで出ていた人もいたが、ユタボン的にはエンタメ的にできたらという感じで、最初からハーバード大学に行きたいと言いながら掛け算のドリルで落とすというのを練っていたようで、わざと掛け算ができない自分を演出していたと番組を盛り上げるためのネタだったと明かした。中村さんによるとユタボンさんは算数や数学は決して得意ではないというが、小5だった時 YouTube 企画で高校レベルの積分にチャレンジする動画を投稿、教えてもらいながらは解けるレベル、掛け算できないと解けないですよねと補足した。もうちょっともう小5の時に高校の問題も教えてもらったらできますよと、いうことでございます。なんか潜在能力どこまでだっていうとこもちょっと今回これで吐露しちゃおうっていう、もったいないことしました。いやいや、この言ってないもう一個先があるかもしれない。まだ、本当はできなかったねえ、これはちょっと、いやでもまあ、でも新しい炎上の仕方見つけたんじゃないですか。なるほどね、活路でしょ。炎上するってことはみんな注目してるからね。まあレペゼンボックスさんも俺ちょっと、ね、拝見したことないけど、すごい人気なんでしょ、レペゼン地球さん。だから生意気な小僧を叩きたいっていうやつはいるでしょ、まあそういうことだな。そういうとこでのやつはいるでしょ。確かになんか困ってる人もいるかもしれないね。ユタボンも言ってないからもう行きたくないとかね、子供がユタボンだって言ってないなみたいな、こうなりたいのかっていう時にクックの動画を見せたら、子供おとなしく学校に行くっていう、そういうね、あ、裏までね、ユタボンが実はそこまで考えて自分を傷つけてたかもしれないんだから僕はそう受け取ってますよ。ユタボンを調子に乗らせた大人の功罪みたいので、サムネが立花隆さんだった記事は見ました。開いてないんですけど、あのユタボンの誕生日会はまだ行くって言ってもね。あ、立花隆さんとかそこら辺の人が来るんですか。まあ、青汁王子とかとか、そうだね、その辺の中に青汁王子とか行ってんのか分かんないけど、ヒロシさんとか、いや行かねえだろ、幸福のあの息子、あ、行くのか、行くんじゃない。だってドバイにさ、あのヒロシさん、大川里帆さん、息子さん、ヒロシさん、ドバイのガーシーチャンネルで出るためにドバイ行って最近、あーなんか、あ、そのために行ってたんだ。そうだよ、で写真写ってたけど、あの出てたよ、あの立花隆さんとか、そういうのか、そこら辺の、おー、いやだ、次の選挙でも YouTuber 使う気でしょ。あー、もっとね、まあ、ある程度お客さん囲ってるとこから行くっていうね。まあ伊藤のお父さんもね、一回出ましたからね、あのお子さんと一緒にちゃんとあのこれはね、あれになってました、選挙ポスターにね、そうですね、使われてたと、いうことでございます、野球選手のやつの話題の時に、こんなのテレビでやったんだっていうちょっとびっくりしたんだけど、巨人坂本選手の、無否認中絶トラブル話題になってますが、ここで阪神タイガース和田元監督の不倫スキャンダルを見てみましょうとつぶやいてる方がいらっしゃって、あそのなんかメールで、はいはいはい、まあおはよう中みたいな、ちょっとこう、なんかこうラブラブのやつを送り合っているみたいな、はよチューしてやーって、俺にもチューしてやーってやじがな、そう飛んだりとかあと、よ下半身タイガースって言った人がいたというのをですね、その話だよね、確かね、モノマネ芸人の女の人なんだよ、はいはいはい、でそのあ、A さん、奥さんが、確か、本当にそれでいい、あの偽物で満足するのっつって、その本モノマネしている人本人のディナーショーに連れてったっていう話もなんかあった気がする。なるほどね。あー、なんか奥さんがあんな旦那くれてやってもいいが世間体があるからとりあえずは引けと手紙送ったみたいな、ということで、これをねワイプで和田アキ子さんとロザンの菅さんがものすごい、菅さんものすごい笑顔で見てるっていう、このメールを見てみんなで笑うっていうテレビがあったんだっていう面白いよね。いやワイドショーの正しい姿かなと行き過ぎてみんな笑、ね、なるほどね、そうメールが LINE かな、の内容が行き過ぎちゃって笑っちゃったっていうとこあるじゃない。なんか今回言われてんのは、
和田さんに比べてやっぱ LINE の文面の愛想がないぞ坂本って、まあ、そうだね。そういうところはあると思うよ。それはちょっと、言われております。あるね、そこは僕も思いますね。まあ、ただこの LINE を見てね、興奮してる人もいっぱいいるわけですから、多分その怒りながら確か面白いのはね、確かね、うん、この和田さんの不倫が発覚した後に、うん、和田さん、あの監督の方ね、監督の方ね、会った時に、うん、確かね、息子さんがね、ツイッターかなんかに言ったか分かんないけど、うんうん、それで家族のね、写真、集合写真載っけてるっていう、メンタルの強さがどういうメッセージ性だったのね、分かんない、だから確かね、ちょっと確かあったはず。なるほど、これは、笑っちゃったな、というね、ことでございます。はい、最後にね、まあ私たちの知り合いの俺はゴミじゃないという芸人がいるんですけども、あ、はい、俺ゴミさん、先日知り合いがミスターチルドレンさんのファンクラブ会員のカードを見せてくれました。おう、本体がチルドレンだからということで、そ の, かあのファンクラブの会員証にはですね、ファザー&マザーって書いてあるんですね。そのファンが親なんです。あ、ミスターチルドレ ン, ドレンだから、はい、これ大丈夫ですか。ファザー&マザーなんですよ。パパ様、ね、ママ様、パパ様、ママ様よ。真のミスターチルドレンなんですよ。なるほど。なるほど。だから、あ、まあね、ちょっと平和な家庭の話をね、今日は優秀にお届けいたしましたっていうね、ことでございます。真のお父様っていうのは、俺はもう中村幸也さんの子だと思ってますから。あ、和田玉さんのお父さん。なるほどね。まあそんなところでございますね。はい、といったところで、また皆さんください。お願いします。